エルンストカルテンブルンナー、エルンストカルテンブルンナー、エルンストカルテンブルンナー、1903年10月4日から1946年10月16日は、オーストリア及びドイツの法律家、政治家。ナチス親衛隊、SS の幹部の一人で、オーストリアの親衛隊及び警察高級指導者、HSSPF を経て、 ラインハルト・ハイドリヒの死後の1943年に社長官となりヨーロッパにおいてユダヤ人の絶滅政策の執行に当たったドイツ敗戦後にニュルンベルク国際軍事裁判において戦争犯罪人として起訴され死刑宣告を受けて公主刑に処せられた最終階級は親衛隊大将武装親衛隊大将及び警察大将1903年 オーストリアイコールハンガリー帝国、オーバーエスターライヒ州の工業都シリート、イムインクライスに生まれる。父は弁護士のフーゴカルテンブルンナー、ヒューゴカールテンボラナー。母はその妻、テレーゼ、テレーズ。カルテンブルンナー家は、カトリック家庭で祖父の代から弁護士だった。7歳までラープで育ち、1913年に、リンツの実家ギムナジウムに入学。 ギムナジウム在学中に、ハンゲルマン主義的で、反強権主義的なブルシェンシャフと、ホーエンスタウフェンに加入している。またこのギムナジウムには、アドルフ・アイヒマンも通っており、二人は友人だった。1921年秋に、グラーツのグラーツ工科大学に入学した。はじめ科学を専攻したが、1923年に、法学に転じた。 1926年夏に法学博士の学位を取得している。カルテンブルンナー本人によれば、彼の大学生活は炭鉱で夜勤をしながらの苦学だったといい、しばしば自分が労働者の友であることを強調していた。大学在学中にブルシェンシャフとアルミニアに加わっている。カルテンブルンナーは熱心な活動家であり、団体の中心的役割を占めた。ハンゲルマン主義。 反共権主義、反ユダヤ主義、反自由主義思想などに影響され、ドイツ人によるドイツオーストリア統一を目指した。1926年にグラーツからリンツへ移り、リンツ地方裁判所において司法官司法の研修を受けた。1928年には弁護士の事務所に就職した。1928年に国粹主義的体操クラブ。 1929年に五国団の準軍事活動に参加した。しかしこれらの団体はカルテンブルンナーの主目的であったドイツによるオーストリア併合に十分熱心とは言えなかったため、彼は1930年10月18日にオーストリアの国家社会主義ドイツ労働者党に入党した。さらにヨーゼフ・ディートリヒの勧めで1931年8月31日に 新英隊に入隊した隊員番号13,039。オーストリアの新英隊部隊は、オーストリアナチ党の指揮下ではなく、ドイツの新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーの直接指揮下にあった。1932年から、父の法律事務所で働き、ナチ党員の無料弁護活動に奉仕した。1933年に、ドイツでナチ党が政権を取ると、 オーストリアでもナチ党の活動が活発となり、政府の警戒心が高まり、1933年6月に、エンゲルベルト・ドルフース首相によって、オーストリアナチ党は禁止された。ドルフースはナチ党員を逮捕して、強制収容所へ入れた。カルテンブルンナーは1934年1月14日には、エリーザベト・エーデル、エリザベス・エダーと結婚したが、この翌日に、ナチ党員として逮捕され、 カイザーシュタインブルフ収容所に収容された。同年4月まで収容されていた。1934年6月15日に、リンツの新衛隊第37連隊 37SS スタンドルタ司令官に任じられた。1935年5月に国家反逆罪で再逮捕された。金庫6ヶ月に処されるとともに弁護士資格を剥奪された。 ヒムラーはそれでもカルテンブルンナーにオーストリアに泊まるよう命じ、1935年6月15日に彼を第37連隊司令官から新英大地区バイブク本部リンツ司令官に昇進させた、1938年3月12日まで在職。カルテンブルンナーはしばしばリンツから密入国でドイツに入り、ヒムラーや SD 長官、ラインハルトハイボリヒ、 s d 外国部長、ハインツ・ヨストなどに報告を行った。1936年以降、ドイツのオーストリア救済事業局から、資金の流れる救済事業局基金を非合法で設置し、オーストリアの地下運動指導者にその資金を配分し、彼らを通じて、ドイツ政府からの秘密指令を伝達した。1936年7月11日に、 中ウィンドイツ公使フランツフォン・パーペンの仲介で、オーストリア首相、クルト・シュシュニックと、ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの間に協定が成立した。ヒムラーから、オーストリアの親衛隊に、この協定を破壊するような活動をしないよう命令が、下り、1937年1月20日に、急進派を抑えられるものとしてカルテンブルンナーが、オーストリア全域の親衛隊の指揮者である親衛隊、 上級地区、エスター・ライヒ、オーストリア、スター一ュの司令官に任じられた。カルテンブルンナーは、オーストリアナチ党の中で、ケルンテンの党指導者、フリードリヒナーに近い立場を取っていた。すなわちシュシュニックが、ナチ党を合法化する見込みはなく、従って、非合法活動からの完全な撤収には反対するという立場だった。しかし、ライナーとカルテンブルンナーは、 ヒムラーからの要請を受け入れて、恩恵派のアルトゥール在水イイコールインクバルトの立場を支持するに至った。カルテンブルナーらは、在水イイコールインクバルトと対立するナチ党へ、オーストリア大韓区指導者、ヨーゼフ・レオポルトラを出脚させることに成功し、オーストリアナチ党の党内構想に勝利した。1938年2月12日に行われた、 ベルヒテスガーデンでのヒトラーとシュシュニックの会談に基づき2月16日にザイスイコールインクバルトがオーストリア内省に任命された。しかしシュシュニックはなおもオーストリア独立にこだわったのでヒトラーは3月11日午前2時頃にドイツ軍部隊を国境に出動させた。ヒトラーやヘルマン・ゲーリングからの要求で同日午後7時にシュシュニックは首相を辞任し ビルヘルム・ミクラス大統領は、公認として、ザイス水イコール・インクバルトを首相に任命した。ザイス水イコール・インクバルト新首相は、シュシュニック時代からの保安担当国務長官、スターツゼクリテア・ FR、フェントリー・シェイジ・シャーハイト・ミハイル・スクーブル博士を留任させたが、ヒムラーから介入があり、スクーブルは辞職することになり、カルテン・ブルナーがその公認となった。 3月13日にはオーストリアで、オーストリアとドイツ国との再統一に関する法律、合併法が制定され、オーストリアはドイツのオストマルク州となった。1938年3月13日のオーストリア併合後もオストマルク州国家代理官となった、ザイス水イコールインクバルトのもとで1938年8月までオストマルク保安担当国務長官を引き続き務めた。 ヒムラーの命令で、リンツの東方、約20キロの場所に作られたマウトハウゼン、強制収容所の創設に関与した。また、オーストリアのゲシタポ組織の創設にも関与した。1939年1月には、ドイツ国会の国会議員となる。また、1938年3月に併合とともに、新英大上級地区、エスターライヒの本部をリンツからウィーンに移し、 続いて1938年5月には、新衛隊上級地区、ドナウと名称を変更させた。1938年9月11日に、ウィーンに本部を置く、ドナウ新衛隊及び、警察高級指導者職も与えられた。カルテンブルンナーが務める、新衛隊上級地区、ドナウ指導者と、ドナウ新衛隊警察高級指導者、はじめオーストリア全域の新衛隊と警察を、 支配する職位であったが、1939年に、オーストリア地域の新衛隊と警察をに分割する再編成があり、ドナウから分かれて、アルペンラントという衛隊及び、警察高級指導者職と新衛隊上級地区が新設された。これにより、ザルツブルク、ティロル、フォアールベルク、ケルンテン、シュタイアーマルク、ブルゲンラント南部は、アルペンラントの管轄となった。ウィーン、 オーバーエースターライヒ、ニーダーエースターライヒ、ブルゲンラント北部の親衛隊と警察のみが、カルテンブルナーの同の所管となった。親衛隊及び警察高級指導者は、ハインリヒ・ヒムラーの親衛隊全国指導者、全ドイツ警察長官の地位を地域レベルで代行する職位であるので議論上は、その管轄地域の親衛隊と警察に最高指揮権があるはずだが、 ラインハルト・ハイドリヒの保安警察や、クルト・ダリューゲの秩序警察は地方に、保安警察監察官や秩序警察監察官を設け、地元の保安警察や秩序警察の指揮を取らせていた。保安警察監察官は、保安警察長官、ハイドリヒ、秩序警察監察官は、秩序警察長官、ダリューゲに属し、親衛隊及び、 警察高級指導者の指揮下には事実上なかった。カルテンブルンナーの管轄するドナウでもこうした事態となり、カルテンブルンナーの地元の警察への指揮権はかなり制限されたものであった。ハイドリヒはオーストリア併合後すぐにウィーンにアドルフ・アヒマンを派遣して、ユダヤ人国外移住本部を創設させ、オーストリアユダヤ人の国外追放を徹底的に行ったが、 こうした活動にもカルテンブルナーは一切関与していない。カルテンブルナーは、新衛隊上級地区ドナウ指導者職とドナウ新衛隊警察高級指導者職に国家保安本部長官の職務に当たるようになった1943年1月31日まで在職している。1942年6月4日に国家保安本部社長官ラインハルト・ハイドリヒが チェコ人工作員の襲撃で負った傷が原因で死去した。その後、ハインリヒ・ヒムラーが国家保安本部長官を兼務していた国家保安本部長官代理にブルーのシュトレッケンバフ派が任じられていた。1942年12月10日にヒムラーはヒトラーの同意を得てカルテンブルンナーを公認の国家保安本部長官に内定し、 1943年1月30日にカルテンブルンナーは国家保安本部長官に任命された。1月31日にヒトラーがカルテンブルンナーの国家保安本部長官任命を発表した。これによって彼はゲシュタポ、刑事警察、新衛隊情報部、SD、および 東部戦線広報で敗戦までに百万人を殺害したアインザッツグルッペンなどの責任者となった。人種最低重計画やユダヤ人問題の最終的解決の執行者となった。カルテンブルンナーの特例によりヨーロッパ中でユダヤ人狩りが組織的に実行され数百万人が抹殺された。しかし基本的にはカルテンブルンナーはヒムラーとハイドリヒがすでに敷いた路線を継承したに、 過ぎなかった。カルテンブルナーが、これまでの路線に変更を施したところといえば、1943年春と夏に、これまで、絶滅政策の対象外となっていた、テレジエンシュタットゲトの、特権的ドイツ系ユダヤ人地も、絶滅過程に組み入れることを決定したことがある。1944年2月には、ビルヘルムカナリス提督の失脚に伴い、その指揮下だった。 国防軍庁法部、アプベイヤは国家保安本部大売局局長バルター・シェレンベルクの下部組織にされた。1944年3月には弾丸布告を発令した。これによりアメリカ人とイギリス人を除く逃亡した戦争捕虜は国家保安本部の保安警察と SD に引き渡され、マウトハウゼン強制収容所で銃殺されることとなった。 1944年3月にドイツ軍がハンガリーを占領。カルテンブルンナーは1944年3月22日にハンガリーに赴き、新しい首相に立てられた、新独派、ストーヤ・イデメと会見した。ハンガリー政府が国家法案本部が行う、ユダヤ人問題の迅速な解決に協力し、ユダヤ人移送を妨害しない約束を取り付けた。 その後も数日間ブダペストに泊まり、ハンガリー当局とユダヤ人移送について協議し、実施の詳細についてはアドルフ・アイヒマンに委ねた。アイヒマンの指揮のもとに1944年5月半ばから6月30日までの、わずか1ヶ月半の間に38万1600人のユダヤ人がアウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所へ送られ、うち24万人が ガス室へ送られて殺された。1944年6月にはドイツを空爆した連合国パイロットの取扱いについて国防軍最高司令部作戦本部長代理バルダー、バルリモントと協議した。連合国パイロットのうち直接に市民やその財産を狙う機銃装車をしたと認められるパイロットは SD に引き渡されて特別待遇に処すことを決定した。 1944年7月20日12時40分過ぎ、東プロイセンラステンブルクにあった、相当大本営、ボルフスシャンツの会議室において、ヒトラーが将校たちと会議中に、参謀本部大佐、クラウス・フォン・ユタウフェンベルク伯爵、国内予備軍参謀長が仕掛けた、次元爆弾が爆発した。将校や即記者に死亡者、負傷者が出たが、ヒトラーは軽傷を負うに留まった。 ヒトラー暗殺計画。カルテンブルンナーは事件の際にベルリンの国家法案本部にあったが、彼の初動捜査はお世辞にも良かったとは言えなかった。会議室から一人姿を消した、シュタウフェンベルク大佐を尋問するよカルテンブルンナーは電話で命令を受けた。直ちにゲシタポ将校フンベルトアッハマーピフラーダー、新衛隊上級大佐。 国内予備軍司令部があるベントラー街国防省に派遣したが、ピフラーダーは、シュタウフェンベルクたちに拘束されてしまった。ピフラーダーが戻ってこないのに気づいたカルテンブルンナーと、国家保安本部は今度は敵を課題に見積もってしまい、麻痺状態に陥ってしまった。彼らは、バルキューレ作戦に従って、ベルリンの艦長外を動き回る、国防軍軍人たちに対して何ら有効な手立てを、 撃てなかった。しかし7月20日のうちに、ベントラー街内部で、反クーデター派軍人がクーデター派軍人を取り押さえた。国内予備軍司令官、フリードリヒフロム上級大将の命令で、シュタウフェンベルクラクーデターのリーダー格は、銃殺刑に処せられた。カルテンブルンナーはすぐに、ベントラー街に急行し、捜査を行うのでそれ以上独断の銃殺刑を、執行しないようフロムに指示した。 その後の捜査は国家保安本部を本拠として行われカルテンブルンナーが指揮を取った国家保安本部下したポ局長ハインリヒ・ミュラーのもとに1944年7月20日特別委員会を創設させて探せを開始させその調査結果をまとめて党官房長マルティン・ボルマンに提出した捜査は徹底して行われ7000人近くが逮捕された そのうち、ローラント・フライスラーの人民裁判所へ送られて、処刑された者の数は少なくとも200人に及ぶという。カルテン・ブルナーは捜査の責任者として、人民裁判所で裁判の様子を傍聴したが、フライスラーの裁判式に不快感を抱いた。この三文役者は、無能な革命家や失敗した暗殺者さえも殉教者に、してしまうと不満を漏らしている。 マルティン・ボルマンへの報告書の中でもフライスラーのやり方を批判しているが、ヒトラーはフライスラーのやり方で良いと判断し、陰謀者たちの裁判をその後もフライスラーに任せた。カルテンブルンナーの報告書は空振りに終わった。カルテンブルンナーは1945年3月半ばと4月半ばに独断で単独講話を企て、SD 将校、ビルヘルムヘッドル新鋭大賞佐。 スイスへ派遣して、アメリカの情報機関、オース、CIA の前身のヨーロッパ票、アレンウェルシュダレスと交渉させるなどしている。しかし交渉は、失敗に終わった。敗戦も、間近になった1945年4月19日に、カルテンブルナーは、側近と共に、ベルリンを離れ、ザルツブルクへ、自らの司令部を移した。アルプス国家要塞に立てこもり、 ここで最後まで抵抗を支援するはずだった。多くのナチ党公館が強奪した貴重品を持ち込み戦後に備えた。5月1日にはアルトハウス勢へ移った。アドルフ・アイヒマンがアルトハウス勢にユダヤ人移送の報告に現れたが、カルテンブルナーはもはや何の関心も示さなかった。1945年5月11日にアメリカ陸軍 CIC。 体調法部がカルテンブルンナーの身柄を拘束した。カルテンブルンナーはノルトハウゼン近くのアメリカ軍の収容所に送られることになった。偽名を名乗っていたことから当初アメリカ軍は彼がカルテンブルンナーだと認知しておらず単なるドイツ軍将校と思っていた。しかし移動中に彼を見つた愛人が本名を叫んで抱きついたことからカルテンブルンナーであることがバレた。 まもなくルクセンブルクのバート・モンドルフのパレスホテルに設けられた収容所へ送られた。ここはナチスの最大の大物とみなされた捕虜が収容されていた場所で、ヘルマン・ゲイリング、カール・デイニッツ、ヨアヒム・フォン・ディッペントロップ、アルベルト・シュペア、ビルヘルム・カイテル、フランツ・フォン・パーペン、ヒャルマル、シャハト、アルフレート・ローゼンベルク、ユリウス・シュトライヒャーなど後に、 ニュルンベルク裁判にかけられることになる者たちが収容されていた。1945年9月に国際軍事裁判が開かれることとなったニュルンベルクの刑務所に送られたが、刑務所でのカルテンブルンナーは、前述の通りヨーロッパにおけるユダヤ人の絶滅政策の執行にあたっという前歴や日頃の酒癖の悪さも相まって被告仲間からは SS の豚野郎と呼ばれるなど、 ユリウス・シュトライヒャーと同様に忌み嫌われた存在であったという。国際軍事裁判で彼は米軍による不当な待遇について述べ、打ちひしがれた様子だった。彼は、第一訴院、侵略戦争の共同暴議、第3訴因戦争犯罪、第4訴因人道に対する罪で起訴された。起訴状を届けられた時、カルテンブルンガーは、家族に会わせてくれと泣き出した。 基礎上についてコメントを書くことを求められると、いかなる戦争犯罪についても私は無罪だと思っています。私は、諜報員としての任務を果たしただけです。ヒムラーの代役を務めることは拒否します。と書いた。裁判の改定直前に彼は、蜘蛛膜下出血を起こして、独房の中で卒倒し、病院へ担ぎ込まれた。 不安とストレスで血圧を押し上げて血管が破れたのだった。ニュルンベルク裁判は1945年11月20日から改定したが、彼は治療のためにしばらく欠席した。しかし12月10日からは出廷させられた。検察側論告では、ソ連出席検事中将がカルテンブルンナーは、チェコスロバキアの愛国者により逆処刑された首切り役人。 ラインハルト・ハイドリヒの後継者として、ヒムラーによれば最適任者であった。カルテンブルンナーは処刑人の後継者として、また自ら処刑人として、ヒトラー一味の一般的犯罪計画の極めて嫌悪すべき機能を有したと非難した。裁判が始まると彼はいかなる手段を用いてでも、死刑を避けようとするようになった。自分を弁護する法廷戦術として彼が用いたのは、 ゲスタポをはじめとする彼の指揮下にある機関が重大な犯罪を犯したことを認めつつ、彼自身はその犯罪へいかなる関与もしていないと主張することだった。彼は自分が実行犯というよりはただそのような機密業務についてある種の名目的代表を務めただけだと主張し、実際には SD の情報活動以外には一切携わっていないと主張した。犯罪は 自分が国家法案本部に関わり合いになる以前に行われた行動の結果だと主張た。必要とあらば検察が提示した文書の自分のサインを否認しさえした。1946年10月1日、被告人全員に判決が言い渡された。まず被告人全員が揃った中、一人ずつ判決文が読み上げられた。カルテンブルンナーの判決文は、カルテンブルンナーが 侵略戦争遂行計画に関与した証拠はない。ドイツ・オーストリア併合は、侵略戦争とは、非難されていない。として、彼を第一起訴事項、侵略戦争の共同防御について、無罪とした。一方、カルテンブルンナーは強制収容所の状況をよく、知っていた強制収容所内でのユダヤ人の殺害は、社の管轄事項であり、カルテンブルンナーはその長官である。 ユダヤ人問題の最適解決に指導的役割を果たした。弾丸布告をはじめとする捕虜の虐待と殺害に関与したとして、第3起訴事項、戦争犯罪と第4起訴事項、人道に対する罪について有罪とした。その後、個別に言い渡される量刑判決で彼は公私刑判決を受けた。1946年10月4日に、 死刑囚カルテンブルンナーは43歳の誕生日を迎えたが、それについてカルテンブルンナーは、ポケットに死刑判決文を入れて誕生日を迎えるのは誠に奇妙な感覚だと述べ。また、上官の日村を恨み、奴は部下に名誉と忠誠を要求しながら、自分自身はさっさと自殺して逃げてしまったと怒りをあらわにした。10月16日午前1時10分から自殺した。 ヘルマン・ゲーリングを除く死刑囚10人の公死刑が順番に執行された。カルテンブルンナーはヨアヒム・ホンディッペントロップとビルヘルム・カイトルついで3番目に刑執行を受けた。最後の言葉は私は私の国民と私の祖国に熱い心を持って使えました。私は私の義務を祖国の法律に従って果たしました。困難な時代に 我が国民がもっぱら軍人的な人たちに引き入られなかったことを私は残念に思います。犯罪が行われたことも残念ですが私はそれに何の関わりもありません。ドイツよ、健やかに、だった。自殺したゲーリングを含めてカルテンブルナーら11人の遺体はアメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、 アメリカ軍の軍用トラックでミュンヘン郊外の墓地の僧上へ運ばれ、そこで焼かれた。遺骨はイーザル川の支流コンベンツ川に流された。身長2メートルを超える長身でがっしりした体型だった。その体格と恐ろしげな方の傷によりニュルンベルク裁判被告人の中でも最もナチスらしいナチスとして評判で、 彼が入廷するとカメラマンたちが喜んだものだった。なお、カルテンブルンナーの方の傷は血統など男らしい、理由でできたものではなく、交通事故を起こして、フロントガラスに突っ込んでできただけった。ニュルンベルク刑務所付心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が、改定前に被告人全員に対して行った、ベックスラー・ベルビュー成人知能検査によると、 カルテンブルンナーの知能指数は113で、全被告人中では、ユリウス・シュトライヒャーに次いで2番目に低かった。アルコール中毒者で、チェーンスモーカーだったという、ニュルンベルク裁判中のレオン・ゴールデンソーンのインタビューの中で、私はヒムラーの命による残虐行為から、人々が連想するような粗やで扱いにくい人間ではない。私はそれらの行為とは、 一切無関係だ。私は第二のヒムラーだと思われている。そんなことはないのだが、新聞は私を犯罪者扱いしている。誰も殺していないというのにと述べた。ニュルンベルク裁判については次のように批判した。検察はドイツがアメリカに宣戦復告したと主張している。準法律的に言えばそれは真実だが、それはアメリカ軍が宣戦復刻なしで会場で、 突軍を先制攻撃したからに他ならないではないか。確かアメリカの艦船は武器を搭載して、ドイツの潜水艦を砲撃すべしというルーズベルトの命令があったはずだ。このような事情から各国への侵略戦争の防御での基礎が不当であることはたびたび証明されている。独房の私は証拠資料や歴史書の助けを借りることなく、自分の記憶だけを頼りに、 これらの問題に専念しなければならない。日々被告側が新たな主張をするのを拒んでいる、法廷のやり方だって似たようなものだ。毎日我々の答弁を崩したり制限したりする、判断が下されているのだから、今、ロシア人も、同じ法廷にいて、侵略戦争を犯した角で我々を起訴している。実際に侵略戦争を拡索したのは彼らの方だと、言うのに、また次のように述べて、 ナチス政権によるナチカ政策は連合国による非ナチカ政策やソ連共産党の石化政策ほど圧政的ではないと弁護した。ワイマール共和国の崩壊後、旧体制を葬り去り、民主政体の支持者を権力の座から合法的に遠ざけるため法律が必要になった。ロシア革命後、共産党は非共産党員を一人残らず、銃殺することによって、それを達成した。 もっとあからさまに邪魔者を排除したわけだ。ナチ党が政権を取った1933年には、銃殺という事態は、極めて稀だった。1933年に、警察官のナチ党員への入れ替えがあったが、ベルリンでは21%、バイエルンでは40人程度にとどまった。その程度で敵対者を根絶やしにしたと言えるだろうか。それにそういう警官が罷免されたのは、 素行が悪かったり、ナチ党の閣僚に対して侮辱的な言動に及んでいたからなのだ。ヒトラーについては次のように述べた。独裁国家はリーダーが個人的な感情に流されないタイプであればうまくいくのだが気に入らないことを言われて腹を立てるタイプではうまくいかない。リーダーが誰も信用しなかったり、自分の願望に負けて判断力を失った挙句。 自分自身を見失ったりしては、独裁国家は絶対にうまくいかない。例えばヒトラーがアメリカと平和にやっていくのは無理であり、ソ連はドイツとの戦争に向けて邁進していると思い込んでいるとしよう。この時、誰かがあなたの考えは間違いであり、アメリカは多分和平を求めていると言ったとする。しかしヒトラーは耳を貸さないだろうし、 両手の拳でテーブルを叩きつけて相手を黙らせるだろう。ヒトラーと冷静に話し合うことは不可能だった。ヒトラーは数字に関しては素晴らしい記憶力の持ち主で各国の軍艦の排水溶を一石ずつ正確に記憶していた。数字については海軍や財務の専門家よりずっと詳しかった。私が知る限りヒトラーは民主主義の原則を全否定していたわけではない。 それどころかある主民主主義に好意的だった。過去10年間な地党は完全に一党独裁主義だったが、ヒトラーの最終目標は完全な議会政治だったのだから。まあ完全とは言えないが、つまりアメリカの大統領制のようにリーダーシップの原則は常に存在するが、党のリーダーは概ね民主主義の原則をよりどころとするということだ。 ヒムラーについては次のように述べた。ヒムラーはサディスティックというのでなく、ケチでつまらない人間だった。彼は元学校教師で、いつまでも教師根性が抜けなかった。他人を罰することに快感を覚えていたのだ。教師が子供に必要以上に無知を打ち、そこから快感を得るのと同じように。これは真の意味でのサディズムと異なる。つまりヒムラーは他人を教育して向上させることが、 自分の義務と思っていたのだ。このことと強制収容所でのユダヤ人虐殺は無関係だ。虐殺が起こったのはヒムラーが奴隷のようにヒトラーに追従したからだと私は思う。ヒムラーはハイドリヒとダルゲのライバル関係を逆手に取り、どちらが権力の座に近づくことも許さなかった。おかげでヒムラーはこの権力マニアたちから身を守ることができたのだ。何しろヒムラーは 当時まだ元気だったダリューゲや抜け目のないハイドヒに比べてずっと単純な人間だったのだから。ハイドリヒについては次のように述べた。彼は凄まじいまでの野心家で権力欲の塊だった。底なしの権力欲とはあのことだ。非常に抜け目がない上に狡猾な人間だった。ハイドリヒはボルマンと親しいふりをし、各省の大臣とも親交を結んだ。 ハイドリヒとボルマンは互いを信用していなかったが、どちらも相手のおかげで随分得をしていた。ヒムラーはボルマンのライバルであり、ハイドリヒは漁夫の利を得ていた。ハイドリヒはボルマンと親しいふりをしたが、ボルマンはハイドリヒがヒムラーの追従者であることを知っていた。ボルマンはハイドリヒを利用しようとし、ヒムラーは成り行きを見守っていた。ヒムラーとボルマンの間を行ったり来たりしながら、ハイドリヒは、 次第に頭角を表し、ついにヒトラーから直々に認められるようになった。ハイドリヒが早い段階でヒトラーの目に留まったのは優れた組織力と正確な報告能力のおかげだ。この二つがヒトラーの関心事だったノイラーアートが罷免された後、ハイドリヒはボルマンの力添えでノイラーアートの公認のボヘミアイコール、モラビア総督になった。大臣の地位を手に入れたわけだ。 一方、ヒムラーは1941年末の時点ではさほど高い地位にあったわけではなかった。ハイドリヒが自分より地位の高い大臣の地位に就いたことを知って、ヒムラーがどんな気持ちになったかは想像がつくだろう。次第に精神を病み始めていたダリューゲもしかりだ。彼は秩序警察長官のままだったが、それまではハイドリヒと同等の地位にあったのだら。 ハイドリヒ暗殺にヒムラーが関与していたと思うかという質問には、それはない。ただ、ハイドリヒの暗殺がヒムラーにとって、吉報だったのは確かだと述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。